さんこんにちは、菊池桃子です。7月27日に私菊池桃子の最新アルバムシャドウが発売になります。こちらのアルバム、なぜシャドウ、影というタイトルがついているのか、周りの方々から不思議だと言われます。影っていう言葉はちょっとネガティブなイメージがあるんでしょうか。私たちはすごくポジティブに捉えていまして、どうしても音楽活動をしているとシングルの楽曲に光が当たりやすい。でも私たちは他の曲も自信を持って聴いていただきたいと、そのシングルやタイアップ曲になっていたものを光とするならば、影が今回のシャドウで聴かれていなかった名曲を選び抜いている形になります。そして35年ぶりに林哲司先生と私歌入れをさせていただいて、新曲も2曲作りました。いい意味でテンションは変わらずに、いい仕事ができたとお互いに言える仕上がりとなりました。また、年月経過した分、お互いに貯めた栄養で、なんか付加価値みたいなものを絶対ついていると自負しております。そして CD をご予約ご購入いただいた方には購入者特典も用意しております。全部で3種類あります。ご予約がお済みでない方はぜひこの機会にアルバムシャドウの特設サイトからチェックしてみてください。さらにアルバムリリース後の8月にはビルボードライブ横浜と大阪で行われる林哲司ソングファイルにも私ゲスト出演させていただきます。皆さんにお会いできることを楽しみにしております。以上、菊池桃子でした。よろしくお願いします。